家族の歌、うん、僕ドラえもんの口調で言うと言いやすい、うん、キャリーパミューパミューはほんまに言いやすいですか。ほんまかな思いながら見てたんですけど、だってキャリーパミューパミュー言いにくいじゃん。言いにくいですよ。いやこれに関してはほんまに納得してしまったけど。あ、そうなんですか。でまあ物語の本筋はローリングストーンズのギタリストキース・リチャーズに心酔する今は落ち目のロックミュージシャン、うん、早川正義が主人公、はい、でとりあえず都合が悪くなると、うん、ロックに免じて許してよっていうお決まりのヘタレキャラというか、うん、ねえ。でもあんまり人が聞いてなさそうな早朝のラジオ番組、うん、これを一生懸命やってる姿っていうのは好感も持てたし、なんだかんだ言っても熱いロッカーであることだけは間違いなし。そうですね、その辺は伝わってきました ね、うん、でそんな中でやっぱり気になったのは設定の変更箇所、うん、はい、まあもともとパパはニュースキャスターみたいにいきなり3人の娘が現れるということだったんだけど、うん、そこは変更されていて、うん、まず現れたのは1人の実の娘とその弟、はい、まあこの辺りも含めて公式サイトのキャラクタープロフィールによると、うん、まず早川正義の娘小学6年生の松野美月に大森彩音、うん、おしゃれが好きな派手な女の子、直情型で思ったことをすぐ口にする、母の美穂が正義とは別の男性と結婚し生まれた弟リクとも仲良く暮らしていた、うん、5年前に父親が半年前に交通事故で母親も亡くなり、うん、一度は親戚に預けられるがそりが合わずリクを連れて正義の元へ転がり込む、はい、そして美月の弟小学2年生の松野リクには、うん、藤本かなた、美月の母美穂が結婚した男性との間にできた子、気が弱いがとても優しい心の持ち主、美月とは父親が違うがとても仲のいい兄弟、美月のことをいつも頼りにしている、正義とは血がつながっていないにもかかわらず男の友情的な部分で懐いていく、はい、でそれからラストシーンでもう一人の娘も現れた、出てきましたね、うんうん、こちらは中学2年生の大沢心、うん、演じるのは杉咲花、美少女だがどこかクールで大人びている、男に依存して生きる母親を見て育ったせいで独立心が旺盛、母親が男と逃げたため仕方なく父親である正義の元にやってきたが、基本は人を頼ることや甘えることが苦手、公園で出会い仲良くなった老人秀爺には少し心を許している、はい、ということで、あの藤達也扮する謎の老人秀爺こと庄司秀蔵というのは、はい、一人暮らしの老人、母親がいなくなり寂しくなった心が近所の公園で日向ぼっこをしていた秀蔵と出会い何度か顔を合わすうちに仲良くなった、パパに会ってみたいという心の願いを叶えるために正義の周辺を怪しく嗅ぎ回り、心を正義の元に連れてきて自分もちゃっかりと居座る、ということで、はい、あの秀爺も含めて娘二人と男の子一人、うんうん、そして正義と結局五人で家庭を築くっていうことになるんだろうかと。そうなんでしょうね、うん、まあ確かに大幅に設定を変えてきたっていう感じなんだけども、もともとこっちにしててもね、何ら遜色はないというかね。そうですよね、うん、どうして娘三人にしてしまったのか。そうなんですよね。とにもかくにもパパはニュースキャスターっていうのをひな形にしてしまったっていうこと以外何者でもなくて、うん、結局のところこのドラマのプロデューサーっていうのは、はい、1年前には丸物を着てを大ヒットさせた共同テレビの橋本文、まあ若干32歳の若手敏腕女性プロデューサーだけにね、うん、それこそ昔肩気がないというか、はい、というのはまあプロデューサーも含めクリエイターっていうのは人の真似っていうのが一番嫌なわけで、そうですね、うん、当然心の中ではそこが出発点になっていても、いや違うと、ほらこんなに違うでしょっていうところをどんどん作り上げていってね、うん、パッと見は何がモチーフになってるのかさえわからないというふうにしつらえてしまうもんなんだけど、はい、まあそのあたり、うん、いいものはいいと私はこれを見て感動しました、うん、だからリスペクトして同じようなテーマのドラマをこの時代に蘇らせたいっていう風にね、うーん、思ったんじゃないかとねえ、うん、それが問題になったわけですけどね、うん、一言ね、うん、前に作った人たちに断りを入れておけばよかったのに、そうですね、そのあたりをすっ飛ばしてしまったっていうのもこれまた若さゆえのことなのかも、なんですかね、うん、それからその他の登場人物、はい、正義が所属する芸能事務所のマネージャー三木康介にユウスケ・サンタマリア、はい、妻子持ち、うん、アンダークラウド時代から正義の担当をしている、うん、15年前に正義をライブハウスで見つけスカウトしたのも三木だった、うん、現在正義に苛立ちを覚えながらも音楽の才能を信じていて、うん、いつかすごい曲を作れると思っている、うん、そして正義のイベントや公式サイトの写真を担当しているカメラマン青田陽子に漢字やしほり、
若手のカメラマンの中では実力は認められていて、主にインテリアを撮っているが、本当は人物写真が撮りたい。正義とは付き合いが長く密かに思っているが、正義は全く気づいていない、はい、そんな陽子の姉水島麻子には大塚ねね、かつて音楽雑誌のライターをしていて、インディーズ時代の正義のことも知っている。容姿端麗で色気もある一方で、さっぱりした性格で面倒見がいい。正義とは友人関係を続けている、はい、高校生の娘がいる、うん、そして麻子の夫でカレーダイニングなんじゃを経営する水島明にトータス松本、かつてライブハウスで雇われオーナーをしていた経験があり、その時に上京してきたばかりの正義と知り合い、その頃から何かと面倒を見てきた兄貴的存在、うん、でどうしても気になるのが、一人どっかに行っちゃった感じの女の子、はい、何らかの役どころで出てくるのか、うん、例えばマネージャーミキの娘なんていうことは、そうですね、ねえ、そして、はい、気になる視聴率の方は、うん、まあ何かと始まる前から話題になって、うん、いろいろ現場は大変だったけど、うん、とりあえずは宣伝効果だけは抜群だったんじゃないかと、やっぱり内心期待もしたであろう、はい、でも蓋を開けてみると、うん、なんと 6.1、 あ、これは想定以上の低さというかね、残念ですね、うん、ということで、うん、家族の歌、これからもしっかりと見届けながら、ただ砲弾の方は時々ぐらいにしたいと思いますね、はい、うん。